環境天然資源省は国の天然資源の調査、開発、利用及び保護を管理、監督することを所管するフィリピンの中央省庁である。環境天然資源省は1916年11月18日のフィリピン委員会の法第2666号に基づき1917年1月1日に農業天然資源省として発足した。 1932年、農業天然資源省は、農商務省に再編された。1947年、農商務省は、農業天然資源省に戻された。農業天然資源省の天然資源部門は、最終的に1974年5月17日に、天然資源省に分離された。1987年1月30日、天然資源省は、 1987年6月10日、政令第192号に基づき、環境、エネルギー及び、天然資現象に再編された。現在、環境天然資現象は、ダバオの大規模な森林再生に取り組んでいる。ありがとうございます。